い、どうも皆さんこんにちは。僕たちはですね、今日は石川県金沢市に来てます。兼六園に来てるんですけども、昨日ね、どこに行くか決めて、それでその足で東京からここに来たってわけですよ。6時間かかりましたね。2だよこれ。それで昨日は温泉に泊まって、今日の朝出てきたってわけ。ゆっくりできましたね。夢の湯ね。そう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 、夢の湯というとこです。もしね、皆さん金沢県、間違えた、石川県行くことがあったらぜひ寄ってください。おすすめはコインゲームのラブラブフルーツ。ラブラブフルーツすごいね、楽しくてね。200円で45分楽しめる。そんな話はいいんだよ。200円で45分の話はいいんだけど、今日はこれから金沢の兼六園と、あとなんか城とか、その辺を攻めていきたいと思います。城だけにね。そう、城だけに。地図はね、あるんで、ここに出るからね。よし、だからここで、あのね、金沢ね、思った以上に寒くてね、上着を持ってこなかったんですよ。東京は暖かすぎて。ちょうどいい。そう、いや、ちょうどよくはないんですよ。もう雪降るぐらいちょっと寒いんですよ。彼はクーラーを入れますからね。ふざけた男です。というわけで、早速旅を歩ける旅に行きましょう。はい、それ好きだよ、小学生やつ。千万人。死んじゃう、死んじゃうわ。かわいくない。うわー、パンツリー、あ、パンツだ。あ、それだ。あ、まーちゃんだ。まーちゃーん、何やってんだぞい。はい、というわけでね、まず最初は兼六園に向かいたいと思います。まあ、いろいろあの三大庭園でしたっけ。何でしたっけ。三大名園。三名園選ばれた。お、すげえ、俺が大好きな抹茶屋さんがある。やば、いいね、いい色だね。いや、ちょっと今日普通に寒いんだけど。マイナスじゃん、マイナスじゃないですか、マイナスフィード。こんな感じっすよ。すげえいいな。うん、これがThis place, this place is Japanese、top three, 兼六園。わあ、すごい、マップもちゃんとありますね。今日の目的はね、まずはあのよく PV とか出てくるあの美術館、金沢のあそこにも行きたいし、あとは名物の、そう、21世紀美術館、あとは美味しい食べ物も食べたいし。めちゃくちゃいいな、おい。格好だけ間違えたけど、あれ？格好こそね。俺ら払うんじゃね？払うでしょ。いくらだっけ？あ、310円。兼六園のあそこでチケットを買って310円を払って、で中に入っていくということですね。兼六御苑でどっちがいいんだろうね。御苑は無料でしょだって。いや、御苑も金かかるよ。そうやったわ。御苑も金箔が有名みたいね。バイガイ。ん？うん。バイガイだろ。バイアイ。ほんとだ、おでんかわいい。え、そうだね、故障するよマジで。このクソ寒い中でクーラーつけてるとか。いやいや、ちょっと、すっごいソフトクリームが売ってる通りですね、ここね。見てください、このソフトクリーム、ソフトクリーム、ソフトクリーム、ソフトクリーム。こんなに並ぶことある？ソフトクリームの。これは、あ、でもここいいね。絶対ここ桜咲いてたら綺麗だよ。いやー、兼六園いいとこだね。はい、私たちは今兼六園の中に入ってきました。兼六園です。すごいね、この茶屋の感じがいいね。和の感じ、これやばい。これだな。うん？これいいな。いいな。これが310円って。ああ、確かに。共通券で500円だったね。どうするよこれ。500円か。うわあ、入りてー。入ってきてんと。わあ。ここいいなあ。でもディズニーのガチバージョンみたいな。ディズニーのガチバージョンだね。どっち行く？ちょっと今日マジでね、舐めてた。寒い、せせらいでるね。このいや、マジで持ってる棒が冷てえもん。食べ方をやせてもらうと、はい、歩くのでね。ああ、まあね、若干やっぱりこの熱を発するじゃないですか。はい、
そういう意味ではもうめちゃめちゃちょうどいいですよ、もうこれは。まあちょっとね、天気はぽっちゃりした人は2月、うん、3月がおすすめですね。ぽっちゃりにはぽっちゃりしない人は5月ぐらいかな。ああ、まあそういうことですよね。いいないいなマイナスイオン出てもなプラスイオンとは有毒、3秒吸ったら死に至る。深井ちゃん深井ちゃん肺が腐るという表現肺が腐る。おっとすごい本当か。お思春期並みに出てるよ。何がね思春期の時何が出るんだよこんなによ。あ、そうそうそういいねはい、渋谷系のキングギドラの知ってますか、あの伝説のラッパー。はいはい、 Z-E-E-B-R-A、 はい、ジブラ、ジブラ、ほらジブラさんのジブニーの。いやいや、そういうのじゃないでしょう、ただのジブソバ。そういうとこから来てないでしょ、ジブって。ジブラさんが作ったソバではないと思いますけど。ちょっと、はい、何、さっき僕、あの噴水を、はい、性の初期衝動みたいな例えたじゃないですか。はいはいはい、何、王将なんとかの小説、性に目覚める頃、お玉の掛け茶屋が今の兼六亭です。すごない、どういうこと。俺、性の目覚めの話した後に、これ性の目覚めのロケ地みたいなこと言ってるよ、こいつこいつすごいな、ここが始まりだみたいな。あれ見てやっぱ性、あ、だから同じく、こいつと同じ脳してるわ俺。宝章、宝章ほうき星と一緒、宝章ほうき星とあすげえな俺、恐ろしいよ俺、自分がまだ詰めんのかよお、俺がうわ本当だね。ね。いやね、ちょっと本当に食べたいね。何が入ってんだね、ジブソバ。はい、というわけでね。納豆感ある、納豆感。納豆の匂いする。これちょっと見せて見せて。見せてつる。見えねえよ。これなんつうの？納豆餅。ボタ。終わり。納豆餅。この筆が。筆が出てきて、羽付けの筆が出てきて、こう塩分見てくださいよ、これ、つってフィン、ボン、筆が出てきて、これは草餅、これが160円だっけ、あ、320円だっけ、3本で160円、台湾の値段ね、それ台湾の値段ね、台湾の値段、これ3本で売っても3本セットでね。そうそう、だからちょっとまあ、お腹いっぱいになっちゃうけど。確かに、いつ食べてみましょうか。なんだけどね、こんなんじゃ。あ、いいね、あったかくて、いただきます、納豆餅。まず納豆ですね、これ。めっちゃ柔らかくない？うまい、うん、こんな納豆納豆してると思わなかった。中に納豆が入ってるんですよ、これ。いやいや納豆風味かと思ったら、うん、本当に入ってる、うん、ガチの納豆だ、うんうん、うまいね、うまい、うん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 、これいいわ、いいね。おい、電池もったいねえ、硬いもの食ったから歯が痛い。どうですか、これが雪吊りのね、雪吊り、あ、雪吊りの木の、ね、そう、男女の話じゃなくてね、男女の雪吊りの話じゃないです。なんでだ、あそこがそうらしくて、今日が1年に1度のこれを雪吊りを外す日らしいです。なので、あそこのところにもいろんなこう作業の雪吊りパッカンビね、そう、方たちがいて外していると。なかなか職人の技が、お江戸の引き石みたいな、うん、ほんとだ、引き石みたい、みんなすごいね、落ちないように気をつけてね。いや頑張って掃除してますね、皆さん。やっぱね、うん、兼六園の、はい、この美観を保つためには、はい、やっぱこう取り憑かれたように、うん、掃除する方が常時14、5人はいないと保てませんからそうなんです。いや、彼もそのうちの一人、そう、だから多分あのバックヤードには、はい、あの スローガン貼ってあると思う。あ、取り憑かれるまではじゃダメなんだ、だみたいな感じだから、その掃除係の方のバックヤードには、はい、多分なんかそういった標語が貼ってあるんじゃない脅威って書いてある多分はい、今兼六園出まして、これからですね、お昼ご飯をためにおすすめのお寿司
を食べに行きたいと思って。海鮮丼？アゲハっていう、うん、アゲハっていうお店があって、なんか練り物と、はい、お刺身テカがすごいこうコスパ良くというか良心的な値段で、はい、美味しく食べれるっていう噂を聞きましたけど、はい、今11時なんですよ、うん、11時半オープンなんですけど、はいはい、結構なんか並ぶんじゃないかみたいな言われてますけど、ね、並ぶ？いいですね。やっぱその店主のおじさんがちょっと結構やかましい人らしいんですよ。やかましい人？最高だね。そういう人の方がね、人情があっていいよね。こだわりがあったりして、トイレも綺麗らしいですよ。いそこか、トイレは汚い方がいいだろう。そういうとこは情緒的にね、うん、わざとね、はい、取れ高ないのでこの信号のところでこの彼をカメラのチンコに行きたいと思います。はい、画面割れてない？チンコが硬すぎて。